どうもカントです。さあ僕はですね現在帯広市内を走行しております。帯広市は人口17万人、十勝の中心都市で市街近郊にも大規模な畑作地帯が広がる観光と農業の街です。北の屋台に代表される繁華街や十勝川温泉、北海道を代表するスイーツ店の本店など、観光だけではなく絶品グルメがたくさんあります。今回はそんなグルメの宝庫、帯広を訪れたらぜひ食べてほしいおすすめグルメを紹介します。これを見たらあなたも絶対帯広に行きたくなると思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それではスタートです。さあまずはですね、帯広で有名なジンギスカンのお店を2店舗紹介したいと思います。最初に紹介するのが、創業1957年の帯広ナンバーワンとの呼び声も高いジンギスカン白樺です。こちらのジンギスカン白樺は手頃な価格で本格ジンギスカンがいただけるお店なんです。でメニューを見てみると、マトンジンギスカンとラムジンギスカン、この2つだけなんですよね。でこの日は数量限定でラムサーロインという希少部位もありました。そして今回注文したのがこちら、マトンジンギスカンとラムジンギスカンでございます。もう輝いてますねお肉が。でこちらのお肉はカット方法や部位のブレンドなどかなりこだわりがあるようです。またこのお店で人気なのが独自製法の手作りタレなんです。青森県産のリンゴや北見産の玉ねぎなどを使用した甘口のタレなんだって。まずはラムジンギスカンを焼いていきたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよね。もう見るからにプリプリでございます。もうねいつもそうなんですけど、最初に焼いてる時がねもう早く食べたくて、ほんとよだれが出てしまいますよね。ちなみに店内は綺麗で清潔感があり、どなたでも入りやすいなと感じました。本当に美味しそうなジンギスカンですよね。で早速食べていきたいと思いますが、もう食べてねあって思いました。もうね本当にお肉がジューシーで柔らかい、万人受けするジンギスカンです。なんといってもこの甘口のタレがお肉と本当によく合って、ご飯が進むんですよね。続いてマトンをいただきたいと思います。このマトンの見た目、鹿肉っぽくないですか？ピンク色のラムと比べて赤みが強いですよね。またこちらは無塩ロースターを使用しているので、服に匂いがつきにくいですよね。しかも火が強いからあっという間に焼けます。早速いただきたいと思います。で最初ですね、少し焼きすぎてしまってちょっとパサついてるかなと思ったんで、2回目ねちょっとレアっぽく焼いたらめちゃくちゃ美味しくいただけました。でこちらのタレのおかげもあると思うんですが、マトンなのに臭みが一切なかったです。本当に旨味が詰まっていて、ご飯がどんどん進んじゃうんですよね。ちなみにこちらのご飯は低カロリーで栄養素が多いもちきび入りライスなんだって。このライスね、ラムとの相性抜群でございました。しかもお土産ジンギスカンも販売していて、お持ち帰りできるのも嬉しいところでございます。また地方配送かなオンラインショップもありますので、帯広の味が自宅で楽しめます。あっという間に完食してしまいました。最終的にマトン1人前とラム2人前を食べたんですが、それでもまだ食べたいって思うぐらいね、どんどん進むジンギスカンでした。ぜひね帯広に行った際は食べる価値ありです。続いてご紹介するのが、帯広に来るとついつい食べたくなるこちらのお店、有楽町でございます。こちらはとにかくコスパ最強のジンギスカンのお店です。店内はノスタルジー漂う昭和な空間で、夏だなぁと感じることができます。なんといっても見てください、このジンギスカンは1皿462円という驚きのお手頃価格です。でこちら2人前を注文させていただいたんですが、めちゃくちゃボリュームがあります。
本当に見た目が美しくて食欲をそそりますよね。こちらのお肉、マトンを使用しており、かなり肉厚です。ちなみにこちらのお店は扇風機のみとなってますので、暑い帯広の昼にこの熱々のジンギスカンをいただくのがもうたまらなく癖になります。価格も安いので、どん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 鉄板にこうやってね、お肉を焼いていって、お腹いっぱい食べれるというのも魅力的でございます。この自家製のタレは甘さが控えめで酸味があります。そしてこの一味をかけることでさらに美味しくなります。早速いただいていきたいと思います。こちら肉厚で柔らかいんですが、適度な歯ごたえもあり、本当に癖になります。また食べたくなるクオリティ、最高です。続いてはホルモンうどんを注文させていただきました。ホルモンうどんを注文すると、スタッフさんがもう一つ鍋を用意してくれます。そしてこうやってね、豪快にうどんとホルモンを入れていくと、この見栄え最強ですよね。有楽町特有のこの大きな平鍋で豪快に焼く、まさに B 級グルメの最高峰ですよね。でホルモンに火が通って丸まったら食べ頃のようでございます。早速いただいていきたいと思います。でとにかくね、ホルモンがめちゃくちゃ美味しかったです。絶品のホルモンとこの平打ちのうどん、相性抜群。地元の人にもね、大変人気のこのお店、絶対にこのホルモンうどんを食べていただきたいなと思います。次にご紹介するのが、住宅街の中にあるおしゃれなカフェ、ザ・キャンティです。本当に入り組んだ住宅街の中にあるので、ついつい見逃してしまいそうなんですが、建物自体は大きかったです。こんな感じでトンネルを抜けて、その奥にある階段を登っていく、ワクワクしますね。それでは入ってみたいと思います。おしゃれな店内は温かみと清潔感があり、とてもいい雰囲気です。しかもこの木製のメニューがめちゃくちゃおしゃれなんですよね。でこのメニューには本格的な料理がたくさん載っていました。どれも美味しそうなんですが、こちらの一番の人気メニューは絶品ハンバーグです。またカフェらしいこのチーズ&ミートパスタも気になりますよね。他にもスープカレーなどがあり、隣の席の方がねスープカレーを頼んでいて、めっちゃ美味しそうでした。そして今回我々が注文させていただいたのがこちら、チーズハンバーグでございます。このチーズの量すごいですよね。そしてフォークを入れた瞬間に広がるこの肉汁。こちらの自家製ハンバーグはスパイスを独自配合して作ったハンバーグで、チーズソースの他に塩、わさび、クリームが用意されていて、お肉の旨味との組み合わせを楽しむことができます。続いてご紹介するのがこちら、チーズ&ミートパスタ。やはりね、美味しそうなので注文してしまいました。ここでもチーズがたっぷり、しかも焦がしチーズなんだね。やはりね、帯広に来たらチーズを食べたくなりますので、このたっぷりのチーズを堪能したいと思います。この濃厚なチーズだけでも大変贅沢なんですが、それに加えて赤ワインで煮込んだ牛肉がゴロゴロ入ってるんです。見た目からね、もうわかるこの大きいお肉の食感がたまりませんでした。もちろんハンバーグもジューシーでめちゃくちゃ美味しかったんですが、個人的にはこのミートパスタめちゃくちゃおすすめでございます。帯広といえば豚丼ですよね。ただね、僕豚丼が少し苦手でございますので、今回はとんかつが有名なお店、ゆうたくをご紹介したいと思います。ゆうたくは昭和37年創業の精肉店が直営するお店なんです。もちろん帯広名物の豚丼も提供していて、とにかくコスパがいいです。豚丼以外のカツ定食やその他メニューも他のねお店と比べると比較的安いお値段で、味もボリュームも満足できます。今回僕が注文したのが数量限定のリブロースカツ定食でございます。このご飯とお味噌汁までついて、この価格というのはかなりお得ですよね。
ゆうたくではもちろん十勝で育った豚を使用したメニューを提供していて、その美味しさとコスパの良さで地元民にね本当に愛されていて、お昼はめちゃくちゃ混みます。それではこのリブロースカツをいただいていきたいと思います。こう見るとね薄く見えるかもしれないんですが、実際にはもっと厚かった印象があります。このリブロースカツは1頭から数キロしか取れない希少部位で、脂の乗りが本当に良くてめちゃくちゃジューシーなお肉でした。結構ねとんかつってピンキリじゃないですか。なのでまあお値段を出せばね本当に美味しいとんかつっていただけるんですけど、これぐらいのね価格帯でこんなに満足するとんかつはなかなかないと思います。厚さがしっかりとあり満足感がねとても良くて、豚の旨味を感じられるこのリブロースカツはめちゃくちゃおすすめでございます。で衣もサクサクしていて脂っこくなくね、さらっと食べることができます。このね肉の旨味がしっかりとしているこの感じ、もう今すぐ食べたいです。続いては昭和29年創業の老舗、帯広市民のおやつといえばこちら、高橋まんじゅう屋の高まんではないでしょうか。こちらのお店の大人気メニューといえばもちろん大判焼きでございます。人気の大判焼きは定番のあんこはもちろんですが、チーズもおすすめなんです。こちらちかまがどうしても食べたいということで、帯広駅からね少し距離があったんですが車で買いに行きました。でまずはねこの蒸しパン見てください。この蒸しパンはね素朴でホッとするようなノスタルジックな味で結構癖になります。続いて大判焼きをいただきたいと思います。チーズです。食べる前はチーズの大判焼きって味の想像がつかなかったんですけど、食べてみて本当に驚きました。ふわっと甘い生地に塩気の効いたチーズの組み合わせ、これ斬新なんですけどめちゃくちゃ相性良いです。しかも十勝だけあってこの中のチーズのクオリティもめちゃくちゃ高かった。チーズだけでね食べたいと思ってしまうぐらい美味しかったです。まああんことかね定番もあるようでございますので、今度はね他の味も試してみたいなと思いました。まずはねこのチーズを食べてみることをおすすめします。ここで帯広の隣町にあるお店を一軒紹介したいと思います。そうです、ピザとパンの店、目室釜でございます。外にねこうやってテラス席があるのも嬉しいんですが、店内はこじんまりとしていてめちゃくちゃおしゃれな雰囲気が漂っておりました。こちら十勝で愛されているマスヤパンが展開するピザとパンのお店で、もちろんパン屋さんも併設されています。なのでこのように定番のパンも販売されているんですが、その中でもおすすめしたいのがこのサンド類でございます。めっちゃ色鮮やかですよね。十勝ならではの十勝あんバターやピザもねもちろん販売しております。今回注文したのが元気チーズパンとエビアボカドサンド、そしてめちゃくちゃ気になっていたカツサンドでございます。この規格外のカツサンドの厚さに驚いたんですが、食べてみてね普通にとんかつで食べたいレベルの美味しいカツでございました。しかもパンもしっとり系でカツとの相性抜群です。せっかくなので店内でピザを注文させていただきました。もちろん注文したのはこちらマルゲリータピザでございます。僕はねピザといえばマルゲリータしか注文しないぐらい大好きなんですよね。目室釜は地産地消をテーマに十勝産の小麦で作られたナポリピッツァがメインです。世界で初のペレット燃料を使用した石窯で焼き上げるピッツェリアでは、オーダーしてから焼くため焼きたてのピザを食べることができるんです。で今回どうしてもピザが食べたくて帯広でもいろいろ探したんですが、結局ねこの目室町にある目室窯が美味しそうだったのでわざわざやってきました。見た目はねもう100点ですよね。チカマもピザ大好きなので、これはねチカマが好きなタイプのピザのようでめちゃくちゃテンションが上がっていました。帯広ではないんですが、ぜひ皆さんにもね食べていただきたいので今回紹介させていただきました。美味しかったです。さあ気づけばね外はすっか
り暗くなりました。こちらが帯広駅前でございます。この帯広駅前がかなり広くてね、雄大な十勝って感じがしますよね。それでは続いての目的地に向かっていきたいと思います。この帯広の夜の街を歩いてると気になるのがこちら馬車バーでございますよ。この馬車バーは万英競馬で活躍した馬が引いてくれるバーなんです。なんともおしゃれで帯広らしいですよね。そんな馬車バーを横目に続いてご紹介するのがこちら帯広のソウルフード、インディアンカレーでございます。こちら外装も内装も独特で地元グルメ感があり、ずっと行きたかった場所です。このねファストフード感いいですよね。ホットオイルも気になります。インディアンカレーは3種類のルーからトッピングなどを選び、好みのカレーを作ることができます。そして僕が今回チョイスしたのがこちら、牛肉を使用した十勝定番のインディアンルーにカツをトッピングしました。カツカレーは本当に正義ですよね。でこちらのねカツが細かくサイコロ状にカットしていて、とても食べやすかったです。またねこの懐かしさが漂う銀の皿がいい感じですよね。でカレールーはとろみがあって濃厚な味で本当に美味しかったです。また辛さも5段階から選べるんですが、このチカマが食べているのが中辛です。で見ていただいたら分かると思うんですが、かなりのボリュームですよね。でお値段も信じられないぐらい安いんですよ。なのに食べ応えも十分で、これね近くに住んでたら毎週食べますね。こんなねコスパ最強のカレーがいつでも食べれる帯広の人はね、ほんと幸せだなと思いました。もちろんテイクアウトもできるんですが、容器が有料のようで、地元の人はタッパーを持参したり家庭の鍋でも OK なんだって。なので家族用のねカレーを鍋に入れて、今日は家でインディアンカレーということもできるんです。しかもこのカツの分厚さ分かりますか？さすが帯広だけあって、カツもしっかりと美味しかったです。まあせっかくなので、さっき見つけたこのホットオイルね、かけすぎにご注意と書いてるんですが、僕辛いの好きなのでちょっとかけて食べてみました。でカレーの味を邪魔しない辛さにしてくれるということもあって、全然ちょっとかけすぎちゃったかなと思ったんですけど、美味しくいただくことができました。カレーにね本当の辛さを求める人は極辛にこのオイルをかけて食べるんじゃないですかね。念願の帯広のソウルフード、インディアンカレー、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ本日最後にご紹介するお店がこちら、ノーカバルフードベイビーでございます。なかなかね変わった名前なんですが、このフードベイビーはお腹いっぱいになるという意味が込められているんだそうです。2階に店舗があるので、こうやって階段を上って向かうとザ・農家っていう雰囲気が漂っております。しかもこのようにね、生産者の写真がたくさん貼ってあって安心感を与えてくれます。店内はいろんな装飾があるんですが、統一感があるので全体的におしゃれですよね。でここバーカウンターみたいになってるのかな。こちらのフードベイビーはサラベツ村にある松橋農場直営の農家バルなんだって。しかも十勝にある100軒以上の農家さんで採れた十勝の食材たちを楽しめるのが最大の魅力です。単品メニュー以外にもコースメニューが充実していて、この日もコースの予約のね電話が何件か来てました。メニューを見ていきたいんですが、この松橋牛というのがこちらのお店のメインだそうです。それ以外にも十勝産のウインナーだったり、じゃがいもとベーコンのラクレット、結構おしゃれなメニューが多かったんですが、十勝産の食材にこだわってるんだなっていうのがメニューから伝わってきました。さすがバルというだけあって、アルコールメニューもねかなり充実していて、定番のビールとかカクテル、ワイン以外にもこうやってねデトックスウォーターカクテルとか結構変わったものもありました。で通常メニュー以外にも本日のおすすめメニューが別にあるのも嬉しいですよね。お通しもなんとも十勝らしいラインナップでございました。
で、僕が注文したドリンクがこちら、デトックスティーカクテルだって。完全に雰囲気にやられて普段注文しないようなものを頼んでしまいました。早速いただきたいと思います。こちらジャガイモの究極体だって。お豆腐屋さんの芋を使ったポテトフライですね。このポテトフライめちゃくちゃ柔らかくて甘みもすごいので、さつまいもみたいでした。せっかくなので注文しましたよ。松橋牛です。美味しそうだね。これ千本筋って言ってたかな。本日のおすすめ部位というものをいただきました。で、タレと塩があって、このタレステーキ屋のソースだなっていう感じで、めちゃくちゃ美味しかったです。ただね、個人的にはこのお肉は塩の方が合うかなって思います。続いて注文したのがこちら、見てください。ラクレットチーズがたっぷり乗ったガーリックトーストです。ずっとねチーズトースト食べたかったので、こんなタイミングで食べれてめちゃくちゃ嬉しかったです。さあ、ということでここまで帯広グルメを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。食の宝庫というだけあって、帯広十勝にはたくさんの種類の美味しい食べ物がありますよね。種類が多すぎて1回の旅ではね全然食べきれませんので、何度でも通いたくなる、それがこの十勝帯広ではないでしょうか。ということでですね、本日は最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。